はいどうも皆さん、こんばんは、小侍です。ご視聴ありがとうございます。ポケモンソード実況パート10、2桁パートに入りました。前回ですね、ビートとかいう調子乗ったやつがですね、壁画か、壁画を壊してしまって、真実の、ね、英雄が出てきたところから始まりました。ジムチャレンジも折り返し地点に入りまして、次ジムチャレンジ5つ目の場面に行く前に、ちょっと行くところが2箇所ほどあります。まず1箇所目がここ。5番道路の、5番道路の、はい、育て屋さんですね。なぜ来たかと言いますと、ここにですね、ズンズーンと、エレズンがいますけれども、ようあるのはこの人ですね。エレズンよエレズン、発見された卵を連れ歩いていたら生まれたエレズンで、あんた育ててよ、しびれるポケモンなんだから、ということでエレズンをもらいます。赤子ポケモン電気毒タイプ、この子に用がありました。あとこちらポケモンより育つよということで、ケーキ飴か、でケーキ飴もらいました。で用があるので、その次がエンジンシティですね。嘘、ごめん、ナックルシティ、ナックルシティに用がありますので、用がナックルシティに行きまして、用があるならこの子ですね。あ、あなたなら大丈夫そう。私ね、好きな人がいてね、手紙書いたの。もしよかったら届けてくれないかな。よく嬉しい。本当にありがとう。私、ポーラっていうの。じゃあ、お手紙お願いね。それで手紙が手に入れました。女の子から預かった手紙、宛先は男の子。なぜだか古びた感じがする。アラベスクタウンのフランク君に届けてね。お手紙本当にお願いね。念押しされます。じゃあアラベスクタウンってどこだよって話なんですけれども、自転車と間違えちゃうよね。アラベスクタウンはここです。なんですけれども、ラテラルタウンからルミナスミルズの森を抜けていかないと絶対たどり着けないので、また場所に戻ります。ラテラルタウンからルミナスミルズの森に行きます。よいしょ。ここね、結構迷いやすいんだよな。だからあんまり個人的には好きじゃないんですよね。ただあ、こういう風にキノコを触ると明るくなるので、これを頼りに行くのが一番ベストなんですけれどもね。何でも直し、こういう風にわっと触って明るくする。大きな根っこ、まあ、野生ポケモンにも目もくれず、あーなんか二人いる。無視できたらいいな。無視できた。光るキノコを触っていくと、このように簡単に抜けることができます。多分これが最短だと思います。ここがアラベスクタウン。すごい幻想的ですよね。まあ、この奥にいるのがアラベスクジムなんですが、一旦戻ります。トレーナーぶっ倒します、ね、逃げたいと言っておきましたけど、
ねえ、ポケモントレーナーがバトルから逃げるってなんだよと。なんだよお前男かよと。いうことなんでね、僕は男なんで戦います。マダムの恵みと勝負してくれた。イエスさん。エスパータイプですね。パルスワン。ちなみに、パルスワン、特性が変わりました。進化するとですね、頑丈具になるので、噛む技の威力が上がります。つまりどういうことかというと、噛み砕くの技の威力が上がりますので、非常に使いやすいです。はい。レベル1のエルツが15まで上がります。噛み砕く。いや、噛み砕くゲーですね。あの前回のパートから。あとは登録者数も9名ありがとうございます。ね、まず僕の目標は10人。次の目標が50人。次が100人っていう感じでね、どんどん増やせればいいなと思ってますので。で、またね、チャンネル登録がね、増えるように僕も面白い動画とか頑張って作っていきますのでね。はい、よろしくお願いします。まさましいびき。いびきはね、僕、なんでしょう、睡眠障害ってわけではないんですけど、僕、睡眠時無呼吸なんですよ。なのでね、ちょっと、あんまよろしくはないんですよね。鉄道はいいですよ。サポケモンの人は飛べるんだから。ガルベーション抜けたの。ね、鉄道ファンにもいいやつと悪いやつはいるって言いますけど、肝試しカップルのユートとミレイが勝負してくれ。9個トレースで、どっちトレース進むか。ガンジョアコか。そう、フェアリーが追加されたからね、当倍になっちゃったんだよな。順調にエルゼのレベルが上がってくるね。ありがたいことに。あ、まあ、焼き尽くす。焼き尽くすはね、ダメージ低いんですけど、ジモニーも持ったらね、木の実そのものを全部燃やし尽くしちゃうんですよね。まあ、インテリオンもスイッチしますけど。まあ、これの落ちないのは分かってたんで、焼き付けする。またね。狙い撃ち。この固有モーションが好き。目閉じるんだね。ということで、お疲れ様でした。エレスがもうちょっとね、育てばよかったんだけどな。まあ、ちょっとこの後が心配なんだよな。確かトレーナーさんもう何人か、もう一人ぐらいいたような気がする。俺の記憶が正しければ、正しければですけどね。確かもう一人こっち側にいた気がするんだよな。あ、間違えたかな。間違えてるね。あ、ギモだ。これはね、ちょっと捕まえておきたい。この後のタイプがちょっとね、よっしゃ。幸先いいよ。
これはいいね。レベル20、レベル30、40近くぐらいになってくれればな、戦力になると思うんだけどな。よし、ということで、もう一人確かトレーナーいなかったかな。光ゴケ使い捨てなんで、あー間違った、あーめんどくさ、もう一回やんなきゃな。よし、このキノコ触っても大丈夫なんかな。トンボ帰り、トンボ帰り、これね覚えるポケモンいたんだよな。まあいいや。はい、ということで、戻ります。まあ、初期ムービーや見たんで、すごい幻想的っていうか、ネオンがすごい目によろしくない。こんにちは、ボトムセンターです。で、回復しまーす。これでどうだろうか、この技構成は。毒タイプの技何か覚えられることができればな、よかったんだけど。残念。また道具買っとくか。すごい傷薬をとりあえず20個ぐらい、あともう10個ぐらい買っとくか。いや、うん、すいません。アラベスクタウンに来て、フランク、それじいちゃんの名前だぜってことで、慣れますよ。まあいいじゃん。はい、ということで無事します。用があるのはこの人ですね。おや、フランクはわしだが。え、わし宛ての手紙を届けに来た。踏みた手紙を渡した。差出人は、おお、ポーラちゃんか。いやー懐かしい。幼い頃よく遊んだよ。でも彼女病気してね、それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になってわしも引っ越すことになり、それ以来会ってないか。彼女元気したかね。まあ元気にしてましたよ。こちら持っていきなさい。こだわりスカーフ取ってみた。そしてここに一人、壁際に立って女の子いますね。話しかけましょう。ああ、もうお話の邪魔しないで。そう、謎に包まれてるんですよね。誰と話してるのか。というか、何と話をしているのかですね。さあ、お使いも終わったので、一旦アラベスクタウンから離れます。まあ、苦しいですね。じゃあ手紙を届けたことを報告しに行きましょう。何、ちっちゃい女の子だから絶対親元と離れるわけないんですから。あれ、いないですよ。おや、何か落ちてる。霊界の布を手に入れた。恐ろしく強い霊力込められているのあるポケモンが好んでいる。お手紙届けてくれてありがとう。お分かりいただけただろうか。そう、さっき言ったあの子はもう病気ですでにこの世を去っていたんです。ただ何としても仲直りしたくて手紙を書いたんでしょうね、きっと。私がいなくなってもずっと友達だよって。強い残留思念みたいなものが残ってたんでしょう。
だから霊界ののが落ちていたんではないかっていう噂ですけども、果たしてそれがどうなるかはちょっと僕には分かんないですけどね、合ってるかどうかなんて。ちなみに一応ポケモンソードシールドの中でのホラー要素っていうのは多分これが多分唯一かも分かんないですね。ギモの技構成どうなんだっけ。フェアリー要素がねえ、今一つだけじゃねえか。確かねえ、ポクロさんの持ちっていうかね、手持ちのレベルはね、結構ね、また間違えたよね。調べるとですね、37から39ぐらいのレベルがあればいいと。まあ、一応満たしてるポケモンは、まあ、青ガラス、パルスは、まあ言うてインテリオンぐらいなんですよ。でしかも4体出てくると。まあね、これ炎タイプとかがいないのもね、ちょっといかがなものかとは思うんですけれども、まあ炎タイプいないわけではないんですよ。いないわけではないんです。弱いんです。いてもロコに24なんですよ。あとヤクルの25かぐらいなんですよね。そう、圧倒的炎タイプ不足なんです。エレズンよりかはまあヤクデかな。でもどうなんだろうな、一発目をどうにかして超えればまあ勝ち目は見えてくるかなっていうところなんですけど、そのどうにかして勝ち目よっていうところがね、難しいところなので、早速ジムチャレンジ行きましょう。この家って何だったっけかな、ね、家に入るのはね基本的だったりするので。ほう、ラテラルタウンのジムリーダーに勝ったのかい。だったらこちらのジムリーダーの自分は技ましも使えるだろうということで、語り目ですね。語り目畳みかけるようにダメージを攻撃すると、異常状態の相手に大きなダメージを与えると。進化させて強くする方法、レッツポケモンファイトということでバトル決まりにします。ポケモンブリーダーのエルナが勝負を仕掛けてた。室内でやるな、室内でレドウムシパルさん、そう、レドウムシ30はすでに進化してるはずなんだよな。はい、お疲れ様でした。いやいやいや、硬いマジか。はい、お疲れ様でした。結構硬かったな、レドウムシ。こんな硬いはずないんだけどね。硬かったでしょ、硬かった。進化の奇跡です。進化の不思議な塊、持たせると進化前のポケモンの防御と特防が上がると。まあ、進化の奇跡を持たせておくといいというのがね、まあ、あれなんですけれども、パルスのダメージ食らっちゃったよ。でもう一回ポケモンセンター行かなきゃダメじゃないですか。あー、めんどくさい。
よし、じゃあ行きましょうか。さあジムチャレンジ。これがアラベスクスタジアム。幻想的ですけど。お、あくつもない選手。マリーちゃん。平時マーチン4個か。なんか要注意だね。なら、ほら、モルペも結婚してるよ。あ、モルペか。あんたも、もしかしたら黒まで気に入っちゃった？もう、自分でチャレンジ。自分でチャレンジャー同士、真剣に戦うこともあるのに。仕方ないな。私のリーグカード上げとくか。リーグカードをもらいましたと。いいか。ライブたち覚えておくよと。よし、ボール買い。ラブが溢れてさない君にボールはこのボールをあげるボールよーっていうことで、ラブラブボールですね。性別が違うと捕まえやすくなります。さあ行きましょう。チャレンジ挑戦なせますか？もちろんですよと。あなたの資質を試す大事な試験ですから。そう、ここのチャレンジはですね、単に謎解きをするっていうわけではないです。いきましょう。お逃げなさったね、ピンク不足のジムチャレンジャー。ジムミッションだけどね、私も後継者が欲しくて、新しいジムリーダーオーディションも兼ねてるのさ。なーに、簡単さ。勝負をしつつみんなが出題するクイズに答えるだけ。ただし間違うと、戦っているポケモンの能力が下がる。もちろん正解すれば能力も上がるからね。まあ、フェアリータイプポケモンの不思議な力さ。さあ、あんたの本気じっくり見せてもらうよ。それではジムミッションです。上手に戦ってください。ということで、一旦ジムミッションに入る前に前半戦前半パートをこれ、いきたいと思います。